高博さん。もうリニアには高博さんの声が聞こえません。もう高博さん、ごめんなさい、ごめんなさい。ジョーちゃんにはもう聞こえてないよ。音が完全にやられているんだろう。まともな受け答えはできない。ああ、部品としてはどこもおかしくないはずだよ。多分ジョーちゃんの心までお前の音は伝わっているはずだ。もうジョーちゃんの心がお前の音を捕まえられないんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。さっきから一生懸命高博さんの手を握り返しているのにピクリとも動かない。今までは高博さんの腕のぬくもりは感じられたのです。でも今はダメです。何も感じません。まるで自分の手じゃないみたい。感じられないんです。リニアにはもう高博さんの手のぬくもりも、そして声も。とう
キニアから音すらなくなってしまいました。高博さんが横にいてくれるのに、リニアには高博さんの声を感じることができませんね。なんでだろう。皆さんにこんなに優しくしていただけたのに、それを返すこともできずに、ただ壊れていく。本当にリニアは出来損ないですね。こんなに皆さんに迷惑をかけた姉くん、勝手に壊れていく。本当にどうしようもないですよね。リニアなんて、なんで神様はリニアの願いなんて叶えてしまったのでしょうか。こんな役立たず、やっぱり人知れずに消えていけばよかったんですよ。そうすれば高博さんとレイさんが仲違いすることもなかったですし、もうこれ以上は贅沢ですよ。ここまで来ればもうリニアがどうなるか一目瞭然です。だからこのままリニアから全てが奪い去られる前に、リニアの意識を消してください。全てを終わらせてください。高博さん、
いつもあなたもここにいるね。大体同じだよ。ここからなら世界の果てが見えるのかなって。うん。ここの世界じゃない。遠くの世界。うん。ここじゃない世界。遠くの世界。そこは私がじきに行かなければいけない世界だから。そう、お父様が言ってた。寂しい？友達？でも、今話したばかりだよ。私も知っていたよ。ずっとあなたのことを見ていたから。これ。本当？でも、それじゃあ、悪いよ。この時計は、あなたの宝物なんだもの。なら私は、私がここから消えてしまうときに、本当にこの時計を返さなきゃ。目が真っ赤だな。徹夜のようだな。
リニア嬢ちゃんのことで躍起になってるようだな。まあそれも大事だが、だが大切なことを忘れているんじゃないのか。今日は霧島の嬢ちゃんがここから離れる日だぞ。霧島嬢ちゃん、もうヘリポートにいるぞ。そろそろ出る頃だ。だったら早く行った方がいいんじゃねえのか。霧島嬢ちゃんがもうすぐにでもこの島から立つのは確かだろうからな。そんな叫ばなくても聞こえるでちゅよ。最後までやかましい人でちゅね。はいでちゅ。はいでちゅ。あなたはどこまでもバカでちゅ。そんなバカなんて恨まれて当然でちゅ。あなたなんか死んじゃえばいいでちゅ。最後まであなたはそんなことを、どこまでバカなのでちゅか。もう所長はリニアちゃんのことでいっぱいなのでちゅ。だから会いたくなかったのでちゅ。だって会ってしまったらもう我慢なんてできないじゃないでちゅか。ずっと我慢していたのでちゅもの。これで最後だって分かってて我慢なんてできないじゃないでちゅか。だから会わずに出て行きたかった。どうせ会ったってどうにもならないのだから。だったら会わずにそのままここを離れたくて。